では続いてのキャスターさんと天気の引き継ぎを行っていきましょう。松雪彩香キャスターです、よろしくお願いいたします。こんにちは。この後11時からのウェザーニュースライブコーヒータイムを担当します、松雪彩香です。今日は広く穏やかな晴天となっていますね。ただ一部雨の可能性もありますので、この後しっかりとお伝えしていきます。よろしくお願いします。なんか白いね白いんだ。今日顔かと思っちゃった。違う今日もここに来てスタジオに着いた瞬間に、うん、あ、せんちゃんも真っ白だと思って、下も白だ、下も白だから、また気がしたびっくりした。あ、ちょっと前もせんちゃんとプライベートでお食事に行った時に、はい、すごく服装が似てて、うん、その時上白で下黒だったんですけど、はい、うん、あ、もうちょっと立とうよ。ちょっと見て、こんなことある来た瞬間にびっくりした。で、髪型もなんか一つにまとめていてね。あ、ヘアメイクさんですね、今日は。そう、今日ヘアメイクさんがいらして、なんかすごいですよ。そう、すごい。服装がシンプルだから、うん、スカーフつけようと思ってたの。したらなんかせんちゃんもついてるな。そうなんですよ。そう、だからそう、こんなことがあるんだなと思って、うん、びっくりしちゃいました。終わり終わり、やったやった。あとで写真撮ろうね。あ、撮れますよね。そして今日のリポート先に見ていきますと、フォトジェニックな群馬県の方からお空のリポートでしたが、青空が広がっていて、今日は各地お天気となりそうなんですが、私の手元にはカレンダーが、カレンダーがありまして、あやつさんが撮影した時ってだいぶもう日差しが強かったじゃないですか。すっごい暑かった。だからよく目が開いていったなと思って。私ギリギリ個人撮影の最初の頃、うんうん、晴れていて、うん、半目だったんですよ、うん、え、本当に、うん、そんなこと思わなかった。採用されてなかったですけど、さすがに、うんうんうん、もうなんか、あ、ちょっと待ってくださいとか言いながら。眩しいよね、うん、何かコツありますか。私、あやつさんの一番好きな写真が、あの、うん、こういう、あの以前、あ、そう、あの、今回のじゃないです、以前、おうおう、なんだろう、LINE のトップ画面にしている、あれは以前のカレンダーですか。違うと思うな。結構皆さんも、あの、お写真載せている方がいらっしゃるので、うんうんうん、公な画像なのかなと思ったんですが、うん、多分でも、インスタグラムにも載せてるやつだと思う。 あ、違うな、あれ何の写真もうあれ大好きなんですよ。そう、あやつさんの表情作りが私大好きで、うんうん、以前番組のこの間のインスタグラムにも埼玉の日があったじゃないですか、うん、あったあの埼玉の日の表情も大好きだったんですけど、うん、どんな顔してた私。あ、これそう、その中の終わの何枚か、あ、違います違います、ね、全部素敵なんです。あ、そうそうそう、これ好きなの。これはコツも何もない、こうやるだけ。あ、その次はちなみに何ですか。あ、これもこう見るだけ見るだけでコツも何も。やっぱりあの曇り空の時が私は、ね、好きなんですけれども、だからあやつさんの時ってもう本当に晴れていたじゃないですか、うん、汗ダラダラでしたもん。あ、汗かいてました。汗すっごいかいてた。はあ、ただその後ね、お天気逆に雨が降ってきちゃって、それは大変だったんですよね。最後の方でもう雨降ってきたから早めに終わらせようって言って、みんなでわちゃわちゃ撮ってたね、うん、確かに。そうですよね、うん、私も髪の巻きが全部取れちゃったね。あれそっか、思いながら。そうだね、最後の方下ろしてたもんね。そうですね、あやつさんもお洋服が結構雨が降っちゃうと、そう、シミになっちゃうお洋服だ。だんだん水玉模様になってきたから。そうですよね、ちょうどね、この表紙のお洋服ですよね。あ、そうそう、青っぽいお洋服の時、うん、青っぽいお洋服、ね、青って着ることあります。ね、水色は好きなんですけど、これぐらいの青でしたよね、多分。そうなんですよ、結構あの濃い、こういうのウェザーニュースのロゴぐらいの青はプライベートでは一着も持ってないかな。なんか珍しいなと思いつつ、うん、大人な感じで、ね、あ、まもなくですか。あ、もう終わり、終わっちゃいました、終わりだって。時間が。あ、早い、なんか久々だったもんね。そうなんですね。ファンミーティングかな。
ありますよね。あの握手終わりですよね。はい、時間です。時間です。入ってください。今日はあの本当に写真撮影でも目をつむってしまいたくなるような日差しが届いているお時間ですが、うん、各地この後晴れるところが多い中、にわか雨が心配なエリアもありそうですね。そうですね。この後も沖縄ですとか、あとは静岡県や関東周辺、北海道など折りたたみの傘が必要なところがありそうです。あとは週後半の寒さに皆さん注目していると思いますので、週間のお天気もお伝えしていきます。はい、この後もコーヒータイムよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブサンシャインお届けしていきました。この後も最新の気象情報、今日のお天気だけではなく週間のお天気も引き続き追っていきますので、松雪彩香キャスターと素敵なお時間お過ごしください。それでは今日も素敵な一日を。皆さんごきげんよう。